おはようございます。今日は2023年の7月の7日、気温は14度です。昨日は、津軽海峡フェリーの函館ターミナルで、仮眠を取らさせていただきました。で、今日は青森にもう戻るんですけど、7時40分発の、フェリーで戻りたいと思います。今6時15分ですね。で、青森に渡って、それからのんびりと、東北自動車道を下っていきたいと考えています。それでは、まだまだ旅は続きますが、本日もよろしくお願いいたします。スマートチェックインしていきたいと思います。ですね、スマートチェックイン。やっぱりね、このね、海割りドライブプラスっつうのは安いわ。うん、5000円ぐらい安い。直接当日行って買うとね、2万円ぐらい取られるんだけど、うん、これ1万4800円だから5000円ぐらい安いね。こんな感じですね、函館フェリーターミナル、ドックっていうの、うん、で、これの次の便ですね、自分は。でか、いつ見てもでか。よし、じゃあ準備していきましょう。函館山が左に見えるフェリーの中でも金谷のカニ飯ね、食べれるから。一回り小さいね、フェリーの中のカニ飯は。おしゃまんべだね。こんな感じです。昼間はね、こうやってね、デッキに出られるんだよね、津軽海峡フェリー。夜はね、出られない。で、こうやってね、ゲームセンターみたいなのもちゃんとあるから。でもね、フェリーで3時間かかるんだもんね、青森まで。近いようでやっぱ遠いよね。あ、今日は天気が少しいいね。函館山見える。こんな感じで、ほら、今日函館山見えんでしょ。こうやってフェリーのデッキね、こんな感じ。津軽海峡フェリーの離岸シーンをちょっと撮影していきたいと思います。
な感じだよ。かっこいいな。函館港を出港していきます。北海道一人旅ありがとうございました。いろんなことがありました。また訪問したいと考えております。今回感じたのは、北海道本当に試される大地だなっていうのを感じ取ることができました。またお願いします。それでは。牛丼買った。自家製牛丼。牛丼温めてます。これの牛丼にした。朝ごはんはこれ。カニ飯は食べたからね、昨日。どん兵衛も買った。よし、朝ごはん食べていきます。青森着いたよ。先大型トラック出すみたいだね。これもね、状況によって違うんだよね。青森港です。
州に戻ってまいりました。こっから先はもうイベントがないので、あとは高速道路を乗って安全運転で帰るだけです。ありがとうございました。青森インターチェンジ通過していきます。あとはひたすら東京に向けてまっすぐですね。はい。ちなみに青森インターチェンジから自宅まで750キロです。まだまだ旅は続きますね。一応自宅まで、10時間から12時間見てます。では安全運転で東北自動車を乗り切りたいと思います。ちょうど1時ぐらいなんで、花輪サービスエリアの松屋でお昼ご飯食べていきます。カルビ定食。うまい。ああ、ここら辺ってきりたんぽ発祥の地なんだね、鹿角って。鍋ね、寒い時にはいいよね、鍋ね。今ちょっとね、蒸し暑いから食べたい気分にはならないけど、冬になったら食べたくなるんだろうね。きりたんぽ発祥の土地、花輪。よし、ちょっと休憩してから頑張って走ろう。こんばんは。2023年7月7日午後10時、県央厚木パーキングに帰ってきました。北海道の一人旅から、無事帰ってくることができました。無事故無違反でした。ありがとうございました。それで今回の車の総走行距離は3875キロでした。3875キロ、結構走りましたね。で、結構広範囲に回ることができたと思います。道南から始まって道央、道東と回ってきましたね。知床まで行きましたし、野付半島も行きました。富良野も行きました。夕張も行きました。はい、ありがとうございました。またこういう旅もね、やっていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。よし、北海道の赤を取ろう。前に進みます。よし、拭いていきましょう。ありがとうございました。よく走ってくれたよ。うん。
いたわってやんねえとな、約4000キロ走って頑張って走ってくれたんだから、まだまだこの子には頑張ってもらわなきゃいけないからね、まだまだ走ってもらうから。